マネジメントバイアウトは、会社経営人が株主から自社株式を譲り受けたり、事業部門統括者が当該事業部門を事業上とされたりすることで、オーナー経営者として独立する行為である。経営人による買収、他社買収への対抗策、雇われ社長として経営参画した者が自己所有化する場合など多様な場面で用いられ、 会社称号や、野号などを継承する場合も多く、いわゆる、のれんわけに用いられる場合もある。経営人ではなく従業員が株式を譲り受ける、場合を、エンプロイーバイアウト、経営人と従業員が共同で株式を譲り受ける、場合を、メボ、買収後に経営人を外部から招聘する、レバレッジドバイアウトを、マネジメントバインと呼称する。 MBO は1980年代から米国で活発化し、日本においては1990年代後半より徐々に浸透した。日本で MBO が用いられるようになってきた背景には、1990年代後半の景気低迷に伴い、企業が合理化を進める上で、事業構造再編の一手段として用いたことがある。つまり、 周辺事業を拡大し続けてきたが、多角化しすぎ資産規模が膨らんだ割には、収益性は低下した。このため本業との相乗効果が希薄な関連事業を整理し、資金効率を向上させるため、子会社、関係会社を売却して、売却資金を得ることを目的として、MBO が注目された。また、2005年頃からは、 アクティビストや一部外国人株主による企業に対する増配、自社株い等の要求が強まってきたことが企業の非公開化志向を強めているとの指摘もある。MBO に必要な資金は本来であれば会社を買い取る側の経営陣の自己資金によるべきであるが買収する側が買収に十分な資金を持っていない場合実際には いわゆるプライベートエクイティファンドなどの協力を仰ぐのが一般的で MBO の結果、資本的にはポリエチレン等が主催する投資組合が大株主となるケースが多く見られる。なお、ポリエチレン等は当該企業の企業価値をさらに高めた上 IP を上場させるか他の企業に株式を売却するなどして資金回収を図る。特に上場企業の経営が 若干悪化し、若干余裕がある場合に、経営再建の際の株主の影響を排除するために、この手法が取られる場合が多い。このようなケースでは、再建が軌道に乗ってきたところで再上場する場合も多い。このような MBO は、買収先のキャッシュフローと資産を担保にした、借入金で調達するという意味においては、ルボの面もある。また、 近年の日本の MBO では、銀行借入以外に、劣後ローンや、優先株といったコンポーネントを組み合わせることで、調達手段の分散と調達金額の増加を図る、方法が普及しつつある。一方で MBO から、一定期間経過後も、経営状況が好転しない場合、大株主であるポリエチレンが、経営陣を解任し、ポリエチレンの移行に沿う。 新たな経営者を招聘する例もある。これは MBO と言いつつも実際には経営陣が当該企業のオーナーあたり得ていないために起こる事象であり一部にはこのような実態はポリエチレンが経営権を握る MBO を名ばかり MBO として批判する意見や創業者が自ら保有する株式を現金化する手段として MBO が隠れ身の敵に使われているという意見も出てきている。ありがとうございます。